どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、今日ですね、6月、こちらは28日に撮影してるんですけども、本日ですね、発表された、携帯アプリの、ね、LINE と、Visa の、ね、コラボのクレジットカードはですね、とうとう8月から予約開始、まあ予約発行開始ということがアナウンスされましたので、そちらを見ていきたいと思います。 ANA マイルをね、貯めるクレジットカードとしてメインカードになる可能性大です。それでは行ってみましょう。でこの動画ではですね、2019年8月より先行予約が始まる LINE のクレジットカード、 LINE ビザクレジットカードを紹介します。100円の決済で 2.43ANA マイルがたまる紙カードになるかもしれませんということで、100円決済で 2.43 マイルなんて今までのあったクレジットカードの中でありえない数字なんですよね。ですのでこちらね、とても注目のクレジットカードとなっています。で、LINE ビザクレジットカードね、基本スペックということで、年会費は1年間の間一度の利用で無料になります。国際ブランドはビザで、ポイント還元率は 3% ということで、括弧初年度のみということなんですけども、こちらね、一応公式サイトにこう書いてありますので、まあこういう感じで書いているんですけども、まあ、この還元率っていうのは2年目以降ね、どうなるか分かりませんので、ひとまず1年目は 3% ということですので、これは完全にね、狙ってった方がいいですね。で、ですね、この LINE ビザクレジットカードの、先ほど8月から、先行予約が開始ということだったんですけども、LINE Pay のアカウントからね、あの予約開始、予約受付をされるということですので、あの LINE でね、 LINE Pay 登録されてない方はこの機会ね、ぜひ登録して、情報をね、受け取れるようにね、しとくことをお勧めします。まあその今回先行予約がですね、そちらからということですので、あの一般の方とね、ちょっと差がつけれるということですので、まあぜひね、LINE Pay のアカウントをね、友達登録して情報をね、早めに受けれるようにした方がいいんじゃないかなと思います。で、先ほど言った通り、ポイント還元率 3% ですね。こちらはですね、公表されている情報ではポイント還元が 3% ということになっておりますので、もしね、 LINE ポイントで、付与されればですね、100円の決済で 2.43 マイルが貯まる、クレジットカードとなり得ますね。なんですけども、LINE Pay、LINE 自体にですね、LINE ポイントもあるんですけども、LINE Pay ボーナスってあるじゃないですか。今、コインビニ等々でね、利用できるようになり始めている LINE Pay ボーナス。まあ、LINE Pay の中の電子マネーみたいなものなんですけども、そちらの残高ってありますよね、そちらの付与にならないかですね、ここだけちょっと懸念しているところなんですけども、今公式サイトでは一応ポイント還元っていう記載になってますんで、 LINE ポイントでもらえるんじゃないかなと思うんですけども、昨日ですね、 LINE Pay のマイカラーっていう、その利用頻度に応じてね、もらえるものが、今まではポイントでもらえたんですけども、今日だったかな、アナウンスあったのは、残念ながらポイントから LINE Pay ボーナスに切り替わりますっていうことで、残念なお知らせがね、ありましたので、まあ、こればっかりはですね、ちょっと様子見ないとわからない部分ではあります。今のところ公式ではポイント還元となっておりますので、まあ、そこをね、期待していきたいなと思います。で、100円の決済で 2.43ANA マイルが貯まるクレジットカードってすごいことなのかということでね、最後に解説して今回の動画を終わりたいと思います。私の動画でね、EC ナビ、カードプラスっていうのをね、紹介しております。こちらはポイントサイト EC ナビと、Visa の共同クレジットカードなんですけども、こちら初年度年会費無料で、2年目以降はね、年間1回の利用で無料になります。でこちらは 1.1%、100円の決済で 1.1% の還元率ということになっております。
まあ、見ていただければ分かると思うんですけども、100円で先ほど 3% で、こちらは100円で 1.1%、まあ、一目瞭然って感じですよね。やはりこの100円で3ポイントが貯まるって、私が知る中で、クレジットカードでそんなに貯まるクレジットカード、まあ年会費無料でって話なんですけども、私の今までは聞いたことがありませんので、そういう意味では本当にすごいんじゃないかなと思います。で、他にもですね、私の、動画でね紹介している SPG アメックス、こちらは100円の決済で 1.25%、ANA ワイドゴールドカードで100円で 1.648% 確保条件ありということで、やはりこの100円で 2.43ANA マイルが貯まるって本当にすごいことです。もしこれが本当に LINE ポイントでね付与されるようであれば、今現在ねリクマイラーやってる方、これからリクマイラーされる方ですね、多分間違いなくこちらに切り替わるんではないかというぐらいね、すごい還元率のクレジットカードとなっております。いかがだったでしょうか。今回は LINE クレジットカード、ビザクレジットカードの紹介をさせていただきましたけども、もうそろそろね6月も終わりますので、8月から先行予約が開始ということですので、まあ、これからね ANA マイルを貯める方、今もうすでに貯めている方、まあ、まちまちだと思うんですけども、この機会にね LINE Pay クレジットカードを発行すべく、LINE Pay の、ね、アカウントをね LINE で友達になっておいて、あの情報をねいち早くゲットできるようにねしといてはいかがでしょうか。まあ、今回の動画はちょっと短いんですけども、100円で 2.43ANA マイルが貯まるかもしれないクレジットカードはね、8月から発行されるかもしれないんで、そちらはね、ちょっと私もね、驚きだったので、紹介させていただきました。この動画が役に立った、面白かったという方はね、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。私、Twitter、ブログもやっておりますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。で、7月1日からですね、私はもう完全に YouTube、ブログにコミットいたしますので、そちらもね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。